はい、こんにちは。ペース2022シリーズ2中継ぎ5番手強さランキング、主にリアタイム戦やっていきたいと思います。第12位、祖父江選手、球種がリアタイム区ではない。第11位、入江選手、今はそんなに強くないけど、今後にかなり期待。第10位、石川選手、ここにツーシームついたらマジで強そう。第9位、石山選手、純正の方には結構おすすめ。第8位、畑選手、スラカットの組み合わせは強い。第7位、西野選手、超タイピンチ持ってるので、純正の方にはかなりおすすめ。第6位、森脇選手、超タイピンチがタイピンチになったが、未だに結構強い。第5位、鈴木選手、超タイピンチプラス、球種も結構面白い球種持ってるので、結構強そう。第4位、岩貞選手、ツーシーム D プラスフォークで相変わらず強い。第3位、阿部選手、フォークスプリットプラスタイピンチ持ってるので、12球団でも前走。第2位、松本選手、今も結構強いけど、これからさらに能力爆上がりしそう。第1位、堀江選手、めちゃめちゃ強い。チャンネル登録、高評価ボタン、よろしくお願いいたします。